中核派シリーズの第1弾でもしっかり解説したんですけども中核派がやっていますこう全身チャンネルですねはいそこに今回この、ね、女性の,女性の、ね、矢島さんキャスターがですねいろいろと説明をしておりますそして第1回目同様なんですけども私はあの中核派に対するこうフィルターといいますか先入観を一切排除してここを見た時に普通の人であればどう感じるだろうなということをね 平等な観点で説明していいきたいと思いますさあ彼女がねこうやる6分間程度のビデオなんですけども今日のヘッドラインということで2つ挙げておりますが今説明している女性はこれまず間違いなく彼女でしょうこれね国葬反対の時の直前のねこれ中核派の頃を近くでやったデモといいますかその時のね決起大会の時に喋ってた女性なんですけどもはい見てください。 同一人物ですよねこの矢島さんね、左側でね、えー、こんな感じでね、こんな格好をしてガンガンやっているということでございますけども、さまずね、このビデオフリートークから入るんですが、私も2.15三立化決戦を戦ってきました、あとこの赤丸印、なんか楽しそうですよね、ワイワイやりながらやっておりますけども、鋭い戦がめちゃくちゃ弱かった。 だとツイートしたらねクソリップがみんんなから飛ででできたとといいうことで書いておりますでオリンピック粉砕闘争とか国際紛争闘争とかでもね私たちは機動隊と激突するわけですけどもそれと比べても「千葉県警はめちゃくちゃ弱かったです」って書いてあるんですがこれはね、まあ、ある意味正しいですよ。 はいだってね、機動隊のがそれはあの攻撃的な組織ですから、千葉県警と比べたら、それは当然こ弱いのは当たり前ですよね、でただ問題はね、これ、日本の警察見てわかると思うんですけども、警察とか見てもそうでしょ、暴走族のあの退治するシーンであっても、なんか後ろからちょこ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 ついてって、写真撮って、あとで逮捕するとかね、もう見ていて、イライラするじゃないですか。 本当に日本の警察は人権的といいますかね、もう人権意識がすごい高いというか、要は左派が強いといいますかね、ちょっとなんかやると警察の暴力だなんてやるわけなんですよね。まあ、それが影響しているととうことに なりますだから中核はもうこうして余裕の顔をねぶっこいていられるというねことになるんですよね。だって真剣に機動隊が逮捕したらこんなも一撃でしょ。一撃で中核はなんか粉砕されちゃいますもんね。えー、まあそういう意味である意味ねちょっとなんかプロレスみたいなとこありますよね。よくこう警察がね暴力団の事務所とか中核の事務所なんかにカッターを持って。 えこう内部調査をね、ガサをすることありますけども、あれもね、素直に入れりゃいいものも、最初はちょっと抵抗するんですよ。あれもね、正直プロレスみたいなもんだと私は思いますけどもね。さあ、そしていろいろやった、ね、今のツイートなんですけども、霊障系ネトウヨみたいな人から数百人からクソリップが来たと。はいろいろ来たんですけども、私はあの決戦の後よく寝れたので、めちゃくちゃ元気ということでね、はいなんとネト,ネトウヨ数百人をもってしても、も私もその中に入るんですかね。私 私を打ち込ませることはできないとざまみろということって最後ね満面の笑みでこのようにね喜んでいるわけなんでございますよねさあ、えー、そして最後はこういう形で、えー、労働者階級とか自己解放ね戦い決起はい全てがこれ中核派のねこれパワーワードとなっておりますさあそしてフリートーク終わりますと今度は新聞の解説となります はいこの辺から彼女真面目な顔をしてねこう解説するわけなんですけどもウクライナ戦争開始から1年。 ここまでは間違っておりません。確かに1年経過しました。この戦争がアメリカ帝国主義と NATO による、うん、アメリカ帝国主義というのは私はある意味当たってると思いますよね、えー。アメリカが全てのルールだということで相当陰謀を張り巡らされているのはこれは事実だと思いますので、ここまでそんなに間違ってると思わないんですけども、はい。で、対ロ戦争、まあこれも実質対ロ戦争ですが、次ですよ。 米欧日帝国主義の中国侵略戦争はい日本は帝国主義じゃありませんそして決定的に違うのは中国侵略戦争ですねで皆さんね中学を研究すると分かるんですけども彼らは彼女たちは必ず中国への侵略戦争と言うんですよ誰がそんなことを考えてますかありえない話ですねここがもうねどうひっくりがっても理解できない不思議な点なんですで世界戦争の一環として いやあのねはいまあいいでしょう次ですえー、2月18日のねドイツのこれはミュンヘンに開かれたねこういうデモをねお様子を取り上げておりますと2万人集まったって言うんですけどまあまあそれなりの人集まってますかまあ2万人はないでしょうねうん、うん、で NATO の東方拡大を断崖しはいうん はい、これもいいでしょう。まあ実際ね、こういう形でまあ抗議をするというのは、これもドイツでもあったと思いますので、これ自体、間違っていません。そして日本の話になって、会計、戦争、阻止、大行進。だからね、会見、まあ、これはいいです。戦争じゃないんですよ。これ、なんでこの人たち分からないのかということが僕らには理解はできないと。でウクライナ戦争、今すぐやめろ。これはね、いいです。私もね、え賛成ですよ。ウクライナ戦争これはもう 今すぐやめるべ結集して怒ら,、えー、ら,られたと、えー、そしてウクライナ反戦闘争を大爆発させましょうとちょっと一時行々しいんですよで,大,あこれです大軍拡国会粉砕あのね軍拡じゃありませんからなんでなんでこうなっちゃうのというねもう不思議なねもう理解できない人たちなんですよね。 中国とかですよ、北の方からね、あの三国ですよ、もうミサイルどころが核、核持ってるんですよ。核持って日本狙ってるんですよ。そんなものが全部あの核保有国で日本の北側にずられておいて、ターゲットはアメリカはもちろんですけど、日本ですよ。分かってますそんなことをやってて、これで日本が今回のウクライナ戦争で、ちょっとやばいから、あのね、これトマホーク買った方がいいんじゃないかって、ちょっとやったら、具大軍拡になっちゃうんですよ。 もう明らかに土地狂ってるのは分かってますよね。これをなぜか彼らは理解できないんですね。そしてこのように今後の予定とか日程をね、こうやってきました。さあ、そして次はね、この左の赤。全学連戦闘に沖縄闘争と。もう闘争って好きですね。はい、三里,三里塚強制執行との激突の興奮も冷めやらない2月18日。あのね だからこれでわかるでしょ。興奮してるんですよ。ああいうのがね、好きなんですね。ああて衝突して、うわーってやってなんか燃えてしまうんでしょうね。でね、次、はい、こんな風に、はい、勝ち、えー、戦い抜かれました。う、は、わ、い、どうぞご覧ください。ということで、今度沖縄に行って、全学連の委員長、赤嶺さんがね、ウクライナ戦争を止めるために、中国侵略戦争を止めるために、上の一行は合っています。これはいくらやってもいいでしょう。でも、中国侵略戦争、 誰が中国侵略するんですかこの人たち本気で言ってるんですよねで、沖縄を戦場にしないためにはい、これは私も大賛成です沖縄を戦場にしては絶対にいけません 戦争国会許さない。間違ってますよね。辺野古新基地反対。まあ、これはね、一つの主張だから、私はいいとは思っております。で、この人たちは2日、まあ、もう3日間沖縄で動いたらしいんですけども、2日間はこういう形で我慢をね、回って基地を巡っていったと。嘉手納基地。はい、この場所から私も嘉手納空軍基地を眺めたことがありますけども、あここでこのようなね、元全軍労が知りませんでしたね。こういう組織のね、基地労働者の組合、活動家ですよ、出てきまして、まあ、中核派の皆さん。で私 これ知らなかったですね。 1969年にね、B52 の前で旗を振る中核は3名ということで、どうも基地にこれね、潜入したらしいんですよ。これは全く私、初耳でした。でもね、この人も言ってますけど、まあ、これよく入りましたよね。この銃撃され、撃ち殺されてもしょうがないという時ですから、まあ、ようこの3人は言ったと思いますよ。はい、そしてこのような事実があったと述べていますけども、まあ、こういうことは実際、これあったわけですからね。えー、これはこれで事実は私、ということでいいと思います。 さあそして3日目、辺野古現地での座り込み。はい、皆さん、座り込みをね、このように、はい、しておりますけども、これはいいですよね、あの、ひろゆきさんがやったね、座り込んでねえじゃないかっていうのとは違いまして、これは間違いなく、3日目、この時だけ座り込んでますから、これは当たってますよ、間違ってませんね。でね、これはあの、第15弾なんとかっていう自衛隊の基地があるんですけども、ここに事前に申し入れを伝えねえ、この辺がね、中学科っぽいんですよ。 担当者が目の前に来てるにもかかわらずと、なめきった態度をとってますつまり事前に申し入れ書を入れて、これを受け取れーってやってるんですよ。ところがね、出てこないじゃないかと。俺たちは正々堂々堂と。 私と言ってるのに出てこないんだと、ふざけるだというね、もうこれは出てこないこと分かっててやってるわけなんですが、担当者は出てこない。で、出てきません。で、前に行きました。向こうに今ね、一番手前に自衛隊の方映ってますけども、実はね、こんな方がもうしょうがないからね、こうやって出てきたんですよ。で、この申し入れ書だってやってるんですけども、 なん、はい、で出てこないんだと言いましたら、これはね自衛隊の方の、ね、言葉です。出てこないと渡さないという感じだったから、しょうがないから、今、出てきたんだよって言ったら、みんながなんだとってこ思わず、このあと、ね、大笑いするという、そういうシーンが出てきましてね。で、これも中学派っぽいですよね。講義をしたことによって担当者を前面に引きずり出したということで、この勝利を確信して、改めてと。 勝利って大好きですね。必ずね、すべてのシーン、細かいシーンで彼らはね、必ず勝利をするんですよ。勝利をしながら前に前進していく。まあ、だから前進っていうんでしょうね。で、最後にシュプレヒコールを上げて、いつものパターンです。沖縄、中国、アジアを戦場にするなと。あのね、だから中国が戦場にしようとしてるんでしょう。なんでこの人たちは、ね、ベクトルが逆に向かってっちゃうんでしょうね。だからよく言うんですけども、2つに1つでしょ。 この人たちが完全に間仕切っ何考えているかわからないかもしくは向こうの国のスパイがどちらかとしか、ね、説明がつかないんですよ。そうでしょだってどっちかじゃないとおかしいですよ。どう考えても向こうは来ているわけですからこちらから戦場にする軍拡というのはこれは当たらないということになるかと思います。 さあそしてまたね、矢島さん出てきました。農地始終徹夜の激闘12時間ということでね、はい、最後はまあダイジェスト動画も近日公開ですよ。お楽しみにって言って、こうね、アイドルみたいな形でね、こうやるわけなんですよね。でもね、やっぱり中学校もこういうことやってますよね。あの、YouTube はね、活かしていると思いますよ。で、Twitter とかね、Instagram いろいろやってますので、まあ、目に留まってる若者が増えてくるかと私は思います。最後はこんな感じで、にっこり笑って、 さよならというね形で終わるわけなんですけどもまあねこれ同一人物なんですよねまあなかなかまあすごいとしか言いようがないですけどもね。はいということで今回もですね私はあの色眼鏡なしに見ましたで途中でおかしいだろう笑っちゃうよなこれということはそうふうに言いましたしこの一文はこれは別に普通に問題ないよということはこれは正しいと思うというふうに私は論評をさせていただき ましただからまあ皆さんもね、まあ、色眼鏡を見なくて普通にね思ったことであの論評すればいいんじゃないですか、まあ、結果的にはねおかしいってことは私はなると思うんですけども、まあ、引き続きね私この「全身チャンネル」はね、えー、見て自分なりの考えをまとめていきたいと思います。